グッド、バイ、太宰治。変身、1、分断の、アルロー隊下がなくなって、その告別式の終わり頃から、雨が降り始めた。早春の雨である。その帰り、二人の男が相合傘で歩いている。いずれも、その逝去した老太家には、おぎり一辺、話題は、女についての極めて不謹慎なこと。文服の初老の男は、分子。それよりずっと若いロイドメガネ、島ズボンの講談師は、編集者、あいつも、と分子は言う。女が好きだったらしいな。お前も、そろそろ年貢の納め時じゃねえのか。やつれたぜ、全部、やめるつもりでいるんです。その編集者は、顔赤くして答える。この分子、ひどく露骨で、下品な口を聞くので、その講談師の編集者は金がね敬遠していたのだが、今日は自身に傘の用意がなかったので、仕方なく、分子の蛇の目傘に入れてもらい、各歯油を絞られる結果となった。全部、やめるつもりでいるんです。しかし、それは、まんざら嘘でなかった。何かしら、変わってきていたのである。終戦以来、2年経って、どこやら、変わった。34歳、雑誌、オベリスク、編集長、田島修司、言葉に少し関西なまりがあるようだが、自身の出生については、ほとんど語らぬ。もともと、抜け目のない男で、オベリスク、の編集は世間へのお体裁、実は闇商売のお手伝いして、いつも、しこたま儲けている。けれども、悪戦身につかぬ例えの通り、酒はそれこそ、浴びるほど飲み、愛人を10人近く養っているという噂。彼は、しかし、独身ではない。独身どころか、今の細君は5歳である。先目屋は、白痴の女児一人を残して、肺炎で死に、それから彼は、東京の家を売り、埼玉県の友人の家に疎開し、疎開中に、今の細君を物にして結婚した。細君の方は、もちろん初婚で、その実家は、かなり内服の農家である。終戦になり、細君と女児を、細君のその実家に預け、彼は単身、東京に乗り込み、郊外のアパートの一部屋を借り、そこはもうただ、寝るだけのところ、抜け目なく四方八方を飛び歩いて、しこたま、儲けた。けれども、それから3年経ち、なんだか気持ちが変わってきた。世の中が、何かしら微妙に変わってきたせいか、または、彼の体が、日頃の不摂生のために最近めっきり痩せ細ってきたせいか、いや、単に、歳、のせいか、色即是空、酒もつまらぬ、小さい家を一軒買い、田舎から女房子供を呼び寄せて、という里心に似たものが、ふいと胸をかすめて通ることが多くなった。もう、この辺で、闇商売からも足を洗い、雑誌の編集に専念しよう。それについて、差し当たっての難関。まず、女たちと上手に別れなければならぬ。思いがそこに至ると、さすが、抜け目のない彼も、途方に暮れて、ため息が出るのだ。全部、やめるつもり、大男の分子は口を歪めて苦笑し、それは結構だが、一体、お前には、女が幾人あるんだい。変身、に、田島は、泣きべその顔になる。思えば、思うほど、自分一人の力では、到底、処理のしようがない。
金で済むことなら、わけないけれども、女たちが、それだけで引き下がるようにも思えない。今考えると、まるで僕は狂っていたみたいなんですよ。とんでもなく、手を広げすぎて、この初老の不要分子にすべて打ち明け、相談してみようかしらと、ふと思う。案外、殊勝なことを言いやがる。もっとも、多情な奴に限って奇妙にいやらしいくらい道徳に怯えて、そこがまた女に好かれるゆえんでもあるのだがね。男ぶりが良くて、金があって、若くて、おまけに道徳的で優しいときたら、そりゃ、モテるよ。当たり前の話だ。お前の方でやめるつもりでも、先方が承知しないぜ。これは、そこなんです。判決で顔を拭く。泣いてるんじゃねえだろうな。いいえ、雨でメガネの玉が曇って。いや、その声は泣いてる声だ。とんだ色男さ。闇商売の手伝いをして、道徳的もないものだが、その分子の指摘したように、田島という王は、多情のくせに、また女に変に律儀な一面も持っていて、女たちは、それゆえ、少しも心配せずに田島に深く頼っているらしい様子。何か、いい工夫がないものでしょうか。ないね。お前がい、6年、外国にでも行ってきたらいいだろうが、しかし、今は簡単に要項なんかできない。いっそ、その女たちを全部、一室に呼び集め、蛍の光でも歌わせて、いや、仰げば尊し、の方がいいかな。お前が一人繰り返しに卒業証書を授与してね。それからお前は、発狂の真似をして、真っ裸で表に飛び出し、逃げる。これなら、確かだ。女たちも、さすがに呆れて、諦めるだろうさ。まるで相談にも何もならぬ。失礼します。僕は、ここから電車で、まあ、いいじゃないか。次の停留場まで歩こう。何せ、これは、お前にとって重大問題だろうからな。二人で、対策を研究してみようじゃないか。分子は、その日、退屈していたものと見えて、なかなか田島を離さぬ。いいえ、もう、僕一人で、なんとか。いや、お前一人では解決できない。まさか、お前、死ぬ気じゃないだろうな。実に、心配になってきた。女に惚れられて、死ぬというのは、これは悲劇じゃない、喜劇だ。いや、ファース、茶番、というものだ。滑稽の極みだね。誰も同情しやしない。死ぬのはやめた方が良い。明暗。すごい美人を、どこからか見つけてきてね。その人に事情を話し、お前の女房という形になってもらって、それを連れて、お前のその女たち一人繰り返しを歴訪する。効果的面。女たちは、皆黙って引き下がる。どうだ、やってみないか、溺れるもののわら。田島は少し気が動いた。更新、1、田島は、やってみる気になった。しかし、ここにも難関がある。すごい美人。醜くてすごい女なら、電車の停留場の一区間を歩くたびごとに、30人くらいは発見できるが、すごいほど美しいという目は、伝説以外に存在しているものかどうか、疑わしい。もともと田島は器用自慢、おしゃれで虚栄心が強いので、不美人と一緒に歩くと、にわかに腹痛を覚えると称してこれを避け、彼の現在のいわゆる愛人たちも、
それぞれかなりの美人ばかりではあったが、しかし、すごいほどの美人、というほどのものはないようであった。あの雨の日に、初老の不良分子の口から出まかせの、秘訣、を授けられ、何の馬鹿らしいとない新一王は反発してみたものの、しかし、自分にも、ちっとも明暗らしいものは浮かばない。まず、試みよ。ひょっとしたらどこかの人生の片隅に、そんなすごい美人が転がっているかもしれない。眼鏡の奥の彼の目は、にわかにキョロキョロいやらしく動き始める。ダンス、ホール、喫茶店、待合。いない、いない。醜くてすごいものばかり。オフィス、デパート、工場、映画館、裸レブリュー。いるはずがない。女子大の校庭の浅ましい書き覗きをしたり、ミスなんとかの美人競争の会場に駆けつけたり、映画のニューフェイスとやらの試験場に見学と称して紛れ込んだり、やたらと歩き回ってみたが、いない、獲物は帰り道に現れる。彼はもう、絶望しかけて、夕暮れの新宿駅裏の闇市をすこぶる憂鬱な顔をして歩いていた。彼のいわゆる愛人たちのところを訪問してみる気も起こらぬ。思い出すさえ、ゾッとする。別れなければならぬ。田島さん、出し抜けに背後から呼ばれて、飛び上がらんばかりに、ぎょっとした。どなただったかな。あら、いやだ、声が悪い。カラス声というやつだ。へえ、と見直した。まさに、お見それ申したわけであった。彼は、その女を知っていた。闇屋、いや、担ぎ屋である。彼はこの女と、ほんの蓋、見たび、闇の物資の取引をしたことがあるだけだが、しかし、この女のカラス声と、それから、驚くべき怪力によって、この女を記憶している。痩せた女ではあるが、十貫は額に背負う。魚臭くて、ドロドロのものを着て、もんぺにゴム長、男だか女だか、わけがわからず、ほとんど小じきの感じで、おしゃれの彼は、その女と取引した後で、急いで手を洗ったくらいであった。とんでもないシンデレラ姫。妖精の好みもこうが。体が、ほっそりして、手足が可憐に小さく、23、4、いや、5、6、顔は憂いを含んで、梨の花のごとくかすかに青く、まさしく高貴、すごい美人。これがあの十貫を楽に背負う担ぎ屋とは。声の悪いのは、傷だが、それは沈黙を固く守らせておればいい。使える。後進に、孫にも衣装というが、ことに目合わ、その装い一つで、何が何やらわけのわからぬくらいに変わる。元来、化け物なのかもしれない。しかし、この女、長生きぬ子という、のように、こんなに見事に変身できる女もちんらしい。さては、相当溜め込んだね。嫌に、言うとしてるじゃないか。あら、嫌だ。どうも、声が悪い。好奇心も何も、いっぺんに吹き飛ぶ。君に、頼みたいことがあるのだがね、あなたは、ケチでねぎってばかりいるから、いや、商売の話じゃない。僕はもう、そろそろ足を洗うつもりでいるんだ。君は、まだ相変わらず、担いでいるのか、当たり前よ。担がなきゃおまんまが食べられませんからね、言うことが、いちいちゲスである。でも、そんな身なりでもないじゃないか、そりゃ、女性ですもの。たまには、着飾って映画も見たいわ。今日は、映画か、そう。
もう見てきたの。あれ、なんて言ったかしら。足くりげ、膝くりげだろう。一人でかい、あら、嫌だ。男なんて、おかしくって、そこを見込んで、頼みがあるんだ。一時間、いや、30分でいい。顔を貸してくれ。いい話、君に損はかけない。二人並んで歩いていると、すれ違う人の10人のうち、8人は、振り返って、見る。田島を見るのではなく、キヌコを見るのだ。さすが講談師の田島も、それこそすごいほどのキヌコの気品に押されて、ゴミっぽく、貧弱に見える。田島は馴染みの闇の料理屋へキヌコを案内する。ここ、何か、自慢の料理でもあるの。そうだな、とんかつが自慢らしいよ。いただくわ。私、お腹が空いてるの。それから、何ができるの？大抵できるだろうけど、一体、どんなものを食べたいんだい？ここの自慢のもの。とんかつの他に何かないの？ここのとんかつは、大きいよ。ケチねえ。あなたは、ダメ。私を食えって聞いてくるわ。怪力、大食い。これが、しかし、全くのすごい美人なのだ。取り逃がしてはならぬ。田島はウイスキーを飲み、キヌコのいくらでもいくらでも済まして食べるのを、すこぶるいまいましい気持ちで眺めながら、彼のいわゆる頼み事について語った。キヌスは、ただ食べながら、聞いているのか、いないのか、ほとんど彼の物語には興味を覚えぬ様子であった。引き受けてくれるね。バカだわ、あなたは。まるでなってやしないじゃないの。更新、3、田島は敵の意外の栄光にたじろぎながらも、そうさ、全くなってやしないから、君にこうして頼むんだ。往生しているんだよ。何もそんな、面倒なことをしなくても、嫌になったら、ふっとそれっきり会わなけりゃいいじゃないの。そんな乱暴なことはできない。相手の人たちだって、これから、結婚するかもしれないし、また、新しい愛人を作るかもしれない。相手の人たちの気持ちをちゃんと決めさせるようにするのが、男の責任さ。ぷ、とんだ責任だ。別れ話だの何だのと言って、またイチャつきたいのでしょう。本当にスケベーそうな面をしている。おいおい、あまり失敬なことを言ったら怒るぜ。失敬にも程度があるよ。食ってばかりいるじゃないか。筋トンができないかしら。まだ、何か食う機会、胃拡張と違うか。病気だぜ、君は。一度医者に見てもらったらどうだい。さっきから、ずいぶん食ったぜ。もういい加減に寄せ、ケチねえ、あなたは。目あわ、大抵、これくらい食うの普通だわよ。もうたくさん、なんて断っているお嬢さんや何か、あれは、ただ、色気があるから体裁を取り繕っているだけなのよ。私なら、いくらでも、食べられるわよ。いや、もういいだろう。ここの店は、あまり安くないんだよ。君は、いつも、こんなにたくさん食べるのかね。冗談じゃない。人のご馳走になる時だけよ。それじゃね、これから、いくらでも君に食べさせるから、僕の頼み事も聞いてくれ。でも、私の仕事を休まなければならないんだから、損よ、それは別に支払う。君の例の商売で、儲ける分くらいは、その都度きちんと支払う。ただ、あなたについて歩いていたら、いいの、まあ、そうだ。ただし、条件が二つある。よその女の人の前では一言も、物を言ってくれるな。
頼むぜ。笑ったり、うなずいたり、首を振ったり、まあ、せいぜいそれくらいのところにしていただく。もう一つは、人の前で、物を食べないこと。僕と二人きりになったら、そりゃ、いくら食べても構わないけど、人の前では、まずお茶一杯くらいのところにしてもらいたい。その他、お金もくれるんでしょう。あなたは、ケチで、ごまかすから、心配するな。僕だって、今一生懸命なんだ。これが失敗したら、身の破滅さ、腹水の陣って、とこね。腹水、バカ野郎、排水、の陣だよ。あら、そう、ケロリとしている。田島は、いよいよ、苦々しくなるばかり。しかし、美しい。凛として、この世のものとも思えぬ気品がある、トンカツ。鶏のコロッケ。マグロの刺身。イカの刺身。品そば。うなぎ。寄せ鍋。牛の串焼き。握り寿司の盛り合わせ。エビサラダ。いちごミルク。その上、キントンを所望とは。まさか目合は誰でも、こんな肉うまい。いや、それとも。更新、4、キヌコのアパートは、世田谷方面にあって、朝は例の、担ぎの商売に出るので、午後2時以後なら、大抵暇だという。田島は、そこへ、一週間に一度くらい、皆の都合のいいような日に、電話をかけて連絡をして、そうしてどこかで落ち合わせ、二人揃って別離の相手の女のところへ向かって行進することを絹子と訳す。そうして、数日後、二人の行進は、日本橋のあるデパート内の美容室に向かって開始せられることになる。おしゃれな田島は、一昨年の冬、ふらりとこの美容室に立ち寄って、パーマネントをしてもらったことがある。そこの、先生、は、青木さんと言って30歳前後の、いわゆる戦争未亡人である。引っ掛けるなどというのではなく、むしろ女の方から田島についてきたような形であった。青木さんは、そのデパートの築地の寮から日本橋のお店に通っているのであるが、収入は、女一人の生活にやっとというところ。そこで、田島はその生活費の補助をするということになり、今では、築地の寮でも、田島と青木さんとの仲は公認せられている。けれども、田島は、青木さんの働いている日本橋のお店に顔を出すことは滅多にない。田島のごとき垢抜けた講談師の出没は、やはり彼女の栄養を妨げるに違いないと、田島自身が考えているのである。それが、いきなりすごい美人を連れて、彼女のお店に現れる。こんちは、という挨拶さえも、よそよそしく、今日は女房を連れてきました。疎開先から、今度呼び寄せたのです。それだけで十分。青木さんも、目元涼しく、肌が白く柔らかで、愚かしいところのないかなりの美人ではあったが、絹子と並べると、まるで銀の靴と兵隊靴くらいの差があるように思われた。二人の美人は、無言で挨拶を交わした。青木さんは、すでに卑屈な泣きべそみたいな顔になっている。もはや、勝敗の数は赤であった。前にも言ったように、田島は女に対して律儀な一面も持っていて、未だ女に、自分が独身だなどと嘘をついたことがない。田舎に妻子を疎開させてあるということは、初めから皆に打ち明けてある。それが、いよいよ夫の元に帰ってきた。しかも、
その奥さんたるや、若くて、高貴で教養の豊からしい絶世の美人、さすがの青木さんも、泣きべそ以外、手がなかった。女房の髪をね、一つ、いじってやってください。と田島は調子に乗り、完全にとどめを刺そうとする。銀座にも、どこにも、あなたほどの腕前の人はないって噂ですからね。それは、しかし、あながちお世辞でもなかった。事実、素晴らしく腕のいい美容師であった。絹子は鏡に向かって腰を下ろす。青木さんは、絹子に白い肩掛けを当て、絹子の髪を解き始め、その目には、涙が、今にも溢れ出るほどいっぱい、絹子は平然。帰って、田島は席を外した。更新、後、セットの終わった頃、田島は、そっとまた美容室には行ってきて、一寸くらいの厚さの紙幣の束を、美容師の白い上着のポケットに滑り込ませ、ほとんど祈るような気持ちで、グッド、バイ、と囁き、その声が自分でも意外に思ったくらい、いたわるような、謝るような、優しい、愛嬌に似たものを帯びていた。絹子は無言で立ち上がる。青木さんも無言で、絹子のスカートなど直してやる。田島は、一足先に外に飛び出す。ああ、別離は、苦しい。絹子は無表情で後からやってきて、そんなに、うまくもないじゃないの。何が、パーマ、バカ野郎、と絹子を怒鳴ってやりたくなったが、しかし、デパートの中なので、こらえた。青木という目あは、他人の悪口など決して言わなかった。お金も欲しがらなかったし、よく洗濯もしてくれた。これで、もう、おしまい。そう、田島は、ただもう、やたらにわびしい。あんなことで、もう、別れてしまうなんて、あの子も、育児がないね。ちょっと、べっぴんさんじゃないか。あのくらいの器量なら、やめろ、あの子だなんて、失敬な呼び方は、よしてくれ。おとなしい人なんだよ、あの人は。君なんかとは、違うんだ。とにかく、黙っていてくれ。君のそのカラスの声みたいなのを聞いていると、気が狂いそうになる。おやおや、恐れ入り豆。わあ、なんというゲスなダジャレ。まったく、田島は気が狂いそう。田島は妙な虚栄心から、女と一緒に歩くときには、彼の財布を前もって女に手渡し、もっぱら女に支払わせて、彼自身はまるで感情などに無関心のような、応用の態度を装うのである。しかし、今まで、どの女も、彼に無断で勝手な買い物などはしなかったけれども、恐れ入り豆女子は、平気でそれをやった。デパートには、いくらでも高価なものがある。堂々と、ためらわず、いわゆる高級品を選び出し、しかも、それは不思議なくらい優雅で、趣味の良い品物ばかりである。いい加減に、やめてくれねえかなぁ。ケチねえ。これから、また何か、食うんだろう。そうね、今日は、我慢してあげるわ。財布を返してくれ。これからは、5000円以上、使ってはならん。今は、虚栄もクソもあったものでない。そんなには、使わないわ。いや、使った。後で僕が残金を調べてみれば、わかる。1万円以上は、確かに使った。こないだの料理だって安くなかったんだぜ。そんなら、よしたら、どう？私だって何も、好き好んで、あなたについて歩いているんじゃないわよ。脅迫に近い。田島は、
ため息をつくばかり。怪力、1、しかし、田島だって、もともとただものではないのである。闇商売の手伝いをして、一挙に数十万は額に儲けるという、いわば目から鼻に抜けるほどの財物であった。絹子に散々無駄遣いされて、黙って海洋の美徳を示しているなんて、とてもそんなことのできる性格ではなかった。何か、それ相当のお返しをいただかなければ、どうしたって、気が済まない。アンチ気性、生意気だ。ものにしてやれ、別離の更新は、それから後のことだ。まず、あいつを完全に征服し、あいつを遠慮深くて従順で質素で小食の女に変化させ、叱る後にまた更新を続行する。今のままだと、とにかく金がかかって、更新の続行が不可能だ。勝負の秘訣。敵をして近づかしむべからず敵に近づくべし、彼は、電話の番号帳により、絹子のアパートのところ番地を調べ、ウイスキー一本とピーナッツを二袋だけ買い求め、腹が減ったら絹子に何かおごらせてやろうという下心、そうしてウイスキーをガブガブ飲んで、酔いつぶれたふりをして寝てしまえば、あとは、こっちのものだ。第一、ひどく安上がりである部屋代もいらない。女に対して常に自信満々の田島ともあろうものが、こんな乱暴な恥知らずの、えげつない攻略の仕方を考えつくとは、よっぽど、彼、どうかしている。あまりに、絹子に無駄遣いされたので、狂うような気持ちになっているのかもしれない。色欲の慎むべきも、さることながら、人間あんまり金銭に意地汚くこだわり元を取ることばかり焦っていても、これもまた、結果がどうも良くないようだ。田島は、絹子を憎むあまりに、ほとんど人間離れのしたケチな卑しい計画を立て、果たして、死ぬほどの大難に遭うに至った。夕方、田島は、世田谷の絹子のアパートを探し当てた。古い木造のインチク臭い2階建てのアパートである。絹子の部屋は、階段を登ってすぐ突き当たりにあった。ノックする。誰？中から、例のカラス声。ドアを開けて、田島は驚き、立ちすくむ。乱雑。悪臭。ああ、紅葉。四畳半。その畳の荒は真っ黒く光り、波のごとく皇帝があり、ヘリなんてその痕跡をさえとどめていない。部屋いっぱいに、例の担ぎの商売道具らしい石油缶やら、リンゴ箱やら、一升瓶やら、なんだか風呂敷に包んだものやら、鳥かごのようなものやら、紙くずやら、ほとんど足の踏み場もないくらいに、ぬらついて散らばっている。なんだ、あなたか。なぜ、来たの。そのまた、絹子の服装たるや、数年前に見た時の、あの小じき姿、ドロドロに汚れたもんぺを吐き、まったく、男か女か、わからないような感じ。部屋の壁には、無人会社の宣伝ポスター、たった一枚、他にはどこを見ても装飾らしいものがない、カーテンさえない。これが、25、6の娘の部屋か。小さい電球が一つ暗くともって、ただ紅葉、怪力、に、遊びに来たのだけどね、と田島は、むしろ恐怖に襲われ、絹子同様のカラス声になり、でも、また出直してきてもいいんだよ。何か、魂胆があるんだわ。無駄には歩かない人なんだから、いや、今日は、本当に、もっと、さっぱりなさいよ。あなた、
少しにやけすぎてよ。それにしてもひどい部屋だ。ここで、あのウイスキーを飲まなければならぬのか。ああ、もっと安いウイスキーを買ってくるべきであった。にやけているんじゃない。綺麗というものなんだ。君は、今日はまた、汚すぎるじゃないか。にがりきって言った。今日はね、ちょっと重いものを背負ったから、少し疲れて、今まで昼寝をしていたの。ああ、そう、いいものがある。お部屋へ上がったらどう？割に安いのよ。どうやら商売の話らしい。儲け口なら、部屋のうなさなど問題でない。田島は、靴を脱ぎ、畳の比較的無難なところを選んで街灯のままあぐらをかいて座る。あなた、カラスミなんか、好きでしょう。酒飲みだから、大好物だ。ここにあるのかい、ごちそうになろう。冗談じゃない。お出しなさい。キヌスは、奥面もなく、右の手のひらを田島の鼻先に突き出す。田島は、うんざりしたように口を歪めて、君のすることなすことを見ていると、まったく、人生が儚くなるよ。その手は、引っ込めてくれ。カラスミなんて、いらねえや。あれは、馬が食うもんだ。安くしてあげるったら、バカねえ。美味しいのよ、本場ものだから。じたばたしないで、お出し、体をゆすって、手のひらを引っ込めそうもない。不幸にして、田島は、カラスミがまことに全く大好物、ウイスキーの魚に、あれがあると、もう何もいらん。少し、もらおうか。田島は今々しそうに、キヌコの手のひらに、大きい紙幣を3枚、乗せてやる。もう4枚、キヌコは平然と言う。田島は驚き、バカ野郎、いい加減にしろ。ケチねえ、市原気前よく買いなさい。カツオ節を半分に切って買うみたい。ケチねえ、よし、市原買う。さすが、にやけ男の田島も、ここに至って、心から怒り。そら、1枚、2枚、3枚、4枚。これでいいだろう。手を引っ込めろ。君みたいな恥知らずを産んだ親の顔が見たいや、私も見たいわ。そうして、ぶってやりたいわ。捨てや、ネギでも、しおれてかれる。てさ、なんだ、身の上話はつまらん。コップを酌してくれ。これから、ウイスキーとカラスミだ。うん、ピーナッツもある。これは、君にあげる、怪力、さん。田島は、ウイスキーを大きいコップで、ぐい、ぐい、と二挙動で飲み干す。今日こそは、なんとかしてキヌコにおごらせてやろうという下心で来たのに、逆にいわゆる、本場もの、の恐ろしく高いカラスミを買わされ、しかも、キヌコは惜しげもなくその市原のカラスミを全部、あっと思う間もなくザクザク切ってしまって汚い丼に山盛りにして、それに代用味の素をどっさり振りかけ、飯のぼれ。味の素は、サーブイスよ。気にしなくたっていいわよ。カラスミ、こんなにたくさん、とても食べられるものでない。それにまた、味の素を振りかけるとはめちゃくちゃだ。田島は悲痛な顔つきになる。7枚の紙幣をろうそくの火で燃やしたって、これほど痛烈な損失感を覚えないだろう。実に、無駄だ。意味ない。山盛りの底の方の、代用味の素の振りかかっていない一辺のカラスミを、田島は、泣きたいような気持ちで、つまみ上げて食べながら、君は、自分でお料理したことある、と今は、おっかなびっくりで尋ねる、やればできるわよ。
面倒くさいからしないだけ、お洗濯は、バカにしないでよ。私は、どっちかといえば、綺麗好きな方だわ。綺麗好き、田島は呆然と、紅葉、悪臭の部屋を見回す。この部屋は、元から汚くて、手がつけられないのよ。それに私の商売が商売だから、どうしたって、部屋の中が散らかってね。見せましょうか、押し入れの中を、立って押し入れを、さっと開けてみせる。田島は目を見割る。清潔、整然、金色の光を放ち、福井くたる光気が発するくらい、タンス、鏡台、トランク、下駄箱の上には、可憐に小さい靴が見足、つまりその押し入れこそ、カラスコへのシンデレラ姫の、秘密の楽屋であったわけである。すぐにまた、ぴしゃりと押し入れを閉めて、キヌスは、田島から少し離れて汚く座り、おしゃれなんか、一週間に一度くらいでたくさん。別に男に好かれようとも思わないし、普段着は、これくらいで、ちょうどいいのよ。でも、そのモンペは、ひどすぎるんじゃないか。非衛生的だ。なぜ、臭い、上品ぶったって、ダメよ。あなただって、いつも酒臭いじゃないの。嫌な、匂い、臭い中、というものさね。ようにつれて、紅葉たる部屋のありさまも、また絹子の小敷のごとき姿も、あまり気にならなくなり、ひとつこれは、当初のあのプランを実行してみようかという悪心がムラムラ起こる。喧嘩するほど深い中、ってね、とはまた、下手な口説きよう。しかし、男は、こんな場合、たとえ大人物、大学者と言われているほどの人でも、格のごときアホらしい口説き方をして、しかも案外に成功しているものである。怪力、4、ピアノが聞こえるね。彼は、いよいよ膝になる。目を細めて、遠くのラジオに耳を傾ける。あなたにも音楽がわかるの。音痴みたいな顔をしているけど、バカ、僕の音楽通を知らんな、君は。名曲ならば、1日いっぱいでも聴いていたい。あの曲は、何、ショパン、デタラメ。へえ、私は越後寺しかと思った、音痴同士のトンチンカンな会話。どうも、気持ちが浮き立たぬので、田島は、素早く後を転ずる。君も、しかし、今まで誰かと恋愛したことは、あるだろうね。バカらしい。あなたみたいな淫乱じゃありませんよ。言葉を慎んだら、どうだい。ゲスなやつだ。急に不快になって、さらにウイスキーをガブリと飲む。こりゃ、もうダメかもしれない。しかし、ここで敗退しては、色男としての名誉に関わる。どうしても、粘って成功しなければならぬ。恋愛と淫乱とは、根本的に違いますよ。君は、何にも知らんらしいね。教えてあげましょうかね。自分で言って、自分でそのいやらしい口調に寒気を覚えた。これは、いかん。少し時刻が早いけど、もう酔いつぶれたふりをして寝てしまおう。ああ、酔った。すきっぱらに飲んだので、ひどく酔った。ちょっとここへ寝かせてもらおうか。ダメよ、カラス声が万世に変わった。バカにしないで、見えすいていますよ。泊まりたかったら、50万、いや100万円を出し、すべて、失敗である。何も、君、そんなに怒ることはないじゃないか。酔ったから、ここへ、ちょっと、ダメ、ダメ、お帰り、絹子は立って、ドアを開け放す。田島は急して、
最も無様で拙劣な手段。立っていきなりキヌコに抱きつこうとした。グワンと、拳で頬を殴られ、田島は、キャッという甚だ奇怪な悲鳴を上げた。その瞬間、田島は、十巻を楽々と担ぐキヌコのあの怪力を思い出し、立然として、許してくれー。泥棒、とわけのわからぬことを叫んで、裸足で廊下に飛び出した。キヌコは落ち着いて、ドアを閉める。しばらくして、ドアの外で、僕の靴を、すまないけど。それから、紐のようなものがありましたら、お願いします。眼鏡のツルが壊れましたから、色男としての歴史において、かつてなかった大屈辱に腹渡のにえくり返るのを覚えつつ、彼はキヌコから恵まれた赤いテープで、メガネを繕い、その赤いテープを両耳にかけ、ありがとう、やけみたいにはめいて、階段を降り、途中、階段を踏み外して、また、キャッと言った。コールド、ウォー、一、田島は、しかし、長いキヌコに投じた資本が、惜しくてならぬ。こんな、割の合わぬ商売をしたことがない。なんとかして、彼女を利用し活用し、元を取らなければ嘘だ。しかし、あの怪力、あの大食い、あの強欲、暖かになり、様々の花が咲き始めたが、田島一人は、すこぶる憂鬱。あの大失敗の夜から、4、5日経ち、メガネも新調し、頬の割れも引いてから、彼は、とにかくキヌコのアパートに電話をかけた。一つ、思想戦に訴えてみようと考えたのである。もし、もし、田島ですがね、こないだは、酔っ払いすぎて、あははは、は、女が一人でいるとね、いろんなことがあるわ。気にしてやしません。いや、僕もあれからいろいろ深く考えましたがね、結局、ですね、僕が女たちと別れて、小さい家を買って、田舎から妻子を呼び寄せ、幸福な家庭を作るということですね。これは、道徳上、悪いことでしょうか。あなたの言うこと、なんだか、わけがわからないけど、男の人は誰でも、お金が、うんと貯まると、そんなケチくさいことを考えるようになるらしいわ。それが、だから、悪いことでしょうか。結構なことじゃないの。どうも、よっぽどあなたは、貯めたな。お金のことばかり言ってないで、道徳のね、つまり、思想上のね、その問題なんですがね、君はどう考えますか？何も考えないわ。あなたのことなんか、それは、まあ、無論そういうものでしょうが、僕はね、これはね、いいことだと思うんです。そんなら、それで、いいじゃないの。電話を切るわよ。そんな無駄話は、いや、しかし、僕にとっては、本当に死活の大問題なんです。僕は、道徳は、やはり重んじなきゃならん、と思っているんです。助けてください。僕を、助けてください。僕は、いいことをしたいんです。変ねえ。また酔ったふりなんかして、バカな真似をしようとしているんじゃないでしょうね。あれは、ごめんですよ。からかっちゃいけません。人間にはみんな、善事を行おうとする本能がある。電話を切ってもいいんでしょう。他にも応用なんかないんでしょう。さっきから、おしっこが出たくて、足踏みしているのよ。ちょっと待ってください。ちょっと。1日、3000円でどうです。思想戦に若に返じて金の話になった。ごちそうが、つくの。いや、そこを、
助けてください。僕もこの頃どうも収入がしばらくてね、一本、一万円のこと、出なくちゃ、いや、それじゃ、五千円、そうしてください。これは、道徳の問題ですからね、おしっこが出たいのよ。もう、堪忍して、五千円で、頼みます。バカねえ、あなたは、くつくつ笑う声が聞こえる。承知の気配だ。コールド、ウォー、に、こうなったら、とにかく、絹子を最大限に利用し活用し、1日5000円を与えるほかは、パン一かけら、水一杯も供応せず、思い切り酷使しなければ、損だ。恩情は大の禁物、我が身の破滅。絹子に殴られ、キャッという奇妙な悲鳴を上げても、田島は、しかしその絹子の怪力を楽に利用する術を発見した。彼のいわゆる愛人たちの中の一人に、水原恵子という、まだ30前の、あまり上手でない洋画家がいた。田園調布のアパートの二部屋を借りて、一つは今、一つはアトリエに使っていて、田島は、その水原さんがある画家の紹介状を持って、オベリスクに、差し画でもカットでも何でも描かせてほしいと顔をからめ、おどおどしながら申し出たのを可愛く思い、わずかずつ彼女の整形を助けてやることにしたのである。物腰が柔らかで、無口で、そうして、ひどい泣き虫の女であった。けれども、吠え狂うような、はしたない泣き方などは決してしない。少女のような可憐な泣き方なので、まんざらでない。しかし、たった一つ非常な難点があった。彼女には、兄があった。長く満州で軍隊生活をして、小さい時からの乱暴者のよしで、骨組みもなかなか頑丈の男らしく、彼は、初めてその話を恵子から聞かされた時には、実に、嫌な気持ちがした。どうも、この、恋人の兄の軍曹とか伍長とかいうものは、ファウストの昔から、色男にとって甚だ不吉な存在だということになっている。その兄が、最近、シベリア方面から引き上げてきて、そうして、稽古の今に、頑張っているらしいのである。田島は、その兄と顔を合わせるのが嫌なので、稽古をどこかへ引っ張り出そうとして、そのアパートに電話をかけたら、いけない。自分は、稽古の兄でありますが、という、いかにも力のありそうな男の強い声。果たして、いたのだ。雑誌社のものですけど、水原先生に、ちょっと、蛾の相談、語尾が震えている。ダメです。風邪をひいて寝ています。仕事は、当分ダメでしょう。運が悪い。稽古を引っ張り出すことは、まず不可能らしい。しかし、ただ兄を怖がって、いつまでも稽古との別離をためらっているのは、稽古に対しても失礼みたいなものだ。それに、稽古が風邪で寝ていて、おまけに引き上げ者の兄が寄宿しているのでは、お金にも、きっと不自由しているだろう。かえって、今は、チャンスというものかもしれない。病人に優しい見舞いの言葉をかけ、そうしてお金をそっと差し出す。兵隊の兄も、まさか殴りやしないだろう。あるいは、稽古以上に、感激し握手なども止めるかもしれない。もし万一、自分に乱暴を働くようだったら、その時こそ、長生きぬこの怪力の影に隠れるといい。まさに 100% の利用、活用である。いいかい、多分大丈夫だと思うけどね、
そこに乱暴な男が一人いてね。もしそいつが腕を振り上げたら、君は軽くこう、取り押さえてください。なーに、弱い奴らしいんですがね。彼は、めっきり絹子に丁寧な言葉で物を言うようになっていた。みかん。